夕日が街を燃やし始めて、雪かう人はみんな無口さ、時々愛
はい、どうもひろみです。ひろみとチャンネル、今日も見に来てくれてありがとうございます。いつもいいねボタンやコメントもとても励みになっています。ありがとうございます。皆さん元気に過ごしていたでしょうか。もうすっかりね、あったかくなって、もう夏が見えてきたなっていう感じですよね。散歩しててもこうツツジがね、今うわーっと咲いていて、本当に気持ちいい時期だなと思います。でもね、まあこんな中ですけど、非常事態宣言がまた出そうな感じになってますよね。またかっていう感じはありますけれども、皆さん体調大丈夫でしょうか。まあね、まあ私たちどうじゃあ帰ればいいのかっていうのがもうちょっと分かんないですよね。まあもう引き続き手洗いうがい、まあ初めから言われてたことを、まあ、引き続き気をつけるしかないのかなっていうふうに思ってます。まあね、これからゴールデンウィークとかね、この季節的にもあったかくていい時期になってくるのに、またかっていうのがね、ちょっと残念だなと思いますけど、まあ引き続き気をつけていきましょう。最近ね、気になる話題といえば、まあ、非常事態宣言に関してはもうまたかっていう感じなんですけど、まあ、やっぱりね、日米首脳会談ですよね。この間ありましたけど、皆さんはあれをどういうふうに感じたでしょうか。まあ、私はね、実りあるものだったんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、日本としても、まあ、一歩を踏み出せたんじゃないかなっていう。まあ、一番賛否両論あるみたいなんですけど、まあ、私が一番良かったなと思ったのは、やっぱ菅総理がね、日本がもうこれから自らこの国防力を上げていくんだっていうことを宣言したことですかね。これはもう本当に世界に対してもこう大きなメッセージになると思うんですよね。まあね、で実際この菅さんの言ったことを実現させるためには、やっぱこう憲法改正について向き合っていかないといけなくなってくると思うんですよね、しっかり。なので、まあちょっと今後に期待していきたいなと思いますね。で、まあちょっと残念だったなと思うのは、やっぱりその台湾についてその共同声明に明記されましたけど、まあ、あの辺で起きていることっていうのは、まあその日本が当事者なんだっていうふうに私なんかも思ってるんですけど、やっぱアメリカの方がまだこのことに対して注視してるし、まあそして危機感も持っていて、むしろ日本が主導権を持ってガンガン引っ張っていくような感じじゃないとなって思うんですよね。あ、でもちょうどその日米首脳会談があった時に、岸防衛大臣がね、与那国の基地を視察したじゃないですか。あれはすごく良かったんじゃないかなと思います。本当与那国と台湾ってすごい近いですもんね。あのタイミングであそこに行くっていうのはすごく良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、実際ね、中国ももうまあこの日米首脳会談に対してはすごく不満だっていうようなことを言ってますけど、あの会談以降、今のところまだ台湾のところに領空侵犯とか、まあやってきてないみたいですね。ずっと来てたみたいなんですけど、まあまた来るのかもしれないですけどね。まあ皆さんどんな風に感じたでしょうかね。考えるべきことはまあ多いですけど、まあ一緒に考えていけたらいいですね。今日はですね、まあ、ちょっと話変わりますけど、新コーナーを作りました。ひろみとチャンネル始めて1年半ぐらいになるんですけど、ここへ来て初ですね、新しいコーナーを作って、その名もですね、ひろみずバーっていうねコーナーを作りました。番組後半のいつもシフタイムでやってるところにこう不定期で入れようかなと思ってるんですけど、お酒を一緒に飲みながら、まあ、なんかおつまみでも食べながらこうゆっくり話すコーナーにできたらいいなと思って、今日はね、きよしくんが遊びに来てくれてるので、後半一緒に出てそのひろみずバーのコーナーでいろいろ話しているので、ぜひ楽しんでもらえたらいいなと思います。ということで、ひろみずチャンネル、今日も最後までゆっくり楽しんでください。ひろみずムービーセレクションのコーナー、今日ご紹介させていただく作品はこちら、世界の果ての通学路です。2012年フランス映画、監督はパスカル・プリッソンです。この作品はですね、ドキュメンタリー作品になります。すごくね、印象に残ってる素敵な作品なので、ぜひ見てほしいなと思って今日ご紹介させてください。それではあらすじをご紹介します。ケニアの広大な大地、土を掘って湧き出る水を汲む少年ジャクソンの映像から映画はスタートします。ジャクソンは学校へ行くために15キロもある通学路を駆け足で通います。
広大なサバンナを妹のサロメを連れて毎日2時間もかけて危険なゾウの群れを避けながら行きます。モロッコに住む12歳の少女ザヒラは毎週月曜日アトラス山脈を22キロ友達3人と4時間をかけて通います。アルゼンチンのパタゴニアにある牧場に住むカルロスという11歳の少年、妹のミカイラを連れて18キロの通学路を行きます。インドの漁村に住むサミュエルは生まれた時の障害によって車椅子の生活を送っています。学校までの舗装もされていない4キロの道を2人の弟たちに車椅子をしてもらいながら毎日1時間以上もかけて通っています。はい、というのがあらすじになります。勉強をしたいっていう一心でこの子どもたちは危険なね、道をこう通うんですよね。学校にこういうところに生まれるとこんなに大変なんだなっていうのをすごい感じるんですけど、でもこの映画を見ているとこの子どもたちの目はキラキラしてるし、あのね、おそらく私が感じてる大変そうだなって思ってる感覚では感じてないような気がするんですよね。なんかもう本当日々の生きてるその幸せっていうのをみんな感謝をしながら生きてるんですよね。当たり前のことなんだと思うんだけど、すごくそれをなんか改めて考えさせられるような作品ですね。でこの作品に出てくる、まあ、家族、こう毎回こう送り出す時に、まあ、行ってらっしゃいと、とにかく無事に着きますようにっていう言葉をかけるんですけど、その祈りの重みっていうんですかね、いやこんな危険な思いをしてね通ってるんだっていう、ケニアのザ・ジャクソンと妹を見てて思うのはやっぱりやっぱ足早くなるよなっていうのすごく思いますね。陸上とかもね、足早いじゃないですか、アフリカの人たちとかね。なんかああやってサバンナで子供の時から走って学校ね、何キロも何時間もかけて走ってたらそれ早くなるよなっていうのをなんかちょっと感じたりもしてましたね。でね、モロッコのザヒラって女の子が出てくるんですけど、4時間かけて行ってんですよ。22キロですからね。しかも道じゃなくて山脈、もう山をこう通うんですよね。でこのザヒラが袋にね、生きてる鶏をね1羽入れてこうずっとこの4時間通うんですよね。でこの鶏何に使うんだろうっていうのをずっとこう想像しながらこの作品を見てたんですけど、それなんでどういうふうに使うのかっていうのはもうぜひ見てもらって知ってほしいなと思いますね。カルロスとね、その妹っていうのもねすごい可愛いんですよ。アルゼンチンの子たちなんですけど、このミカイラがねお母さんにこう出かける前にこう髪の毛をこう解いてもらうシーンとかがあるんですけど、で嬉しそうにしてるんですよね。そういうシーンもなんかキュンとくるシーン、うん、でお兄ちゃんはやっぱお兄ちゃんらしくこう妹を守ろうとするわけですよ。ケニアの子もそうなんですけど、であとはインドのサミュエルってね、ちょっと障害があるんですけど、まあ、一生懸命でこう弟たちがね、あのボロボロの車椅子を押しながらね、舗装されてないような道なのですごい大変なんですよ。そこをこう一生懸命行くんですけど、その弟たちはお兄ちゃんのこと大好きなんですよね。あ、それ映像を見てるとすごいよく分かって、本当にね胸が熱くなるというか、日本のドキュメンタリー番組初めてのお使いってあるじゃないですか、あれのすごいバージョンですね。壮大な映画になったっていうような、映像がとにかく美しいです。これが作られたのが、2012年なんで、まだね 4K とか全然ない時代、うちのテレビは 4K 見れないんですけど、うちの画面で見てもあれ 4K なのかなって思うぐらいの綺麗さです、映像が、迫力があるんですよ。景色はもちろんなんですけど、人にもぐーっと寄っていくので、もうついうーって見てしまう感じですね。まあ、私よくね、映画でね、景色が綺麗だって映像が綺麗なもので、一体見たものはただ流しとくだけで、何かをしながらずっと流しとくっていうことがあるんですよ。でもね、この作品はね、ながら見ができないっていうのかな、その景色一つもうーんって入っていってしまうような、迫ってくる感じがあるんですよね。本当ぜひ見てほしいなと思います。映像もすごくいいんですけど、音楽が素晴らしいです。こう耳を傾けて聞いてほしいなと思います。はい、これね、最後に子供たちに、まあ、インタビューをするシーンがあるんですね。もうドキッとさせられるような、私たち大人も考えさせられるようなことを、本当に汚れのない瞳っていうんですかね、で
ふわっと言うんですよね。それ本当ぜひ見てほしいなと思います。大人はもちろんなんですけど、お子さんいる方なんかはぜひお子さんと一緒に見てもいいんじゃないかなと思います。とね、子供もたくさん感じ取れるもののある作品だと思うんですよね。なのでぜひ興味が出てきたよという方は見てみてください。ということで、今日ご紹介させていただいた作品は世界の果ての通学路でした。次回ご紹介させていただきたい作品はこちら、二人のベロニカです。これはですね、フランスとポーランドの合作作品になります。もう何しろ主演の女優さんの美しさはもう息を呑む美しさって感じです。本当ね、大人が楽しむ大人のための映画っていう感じかな。とても素敵な作品です。こちらをご紹介したいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。ということで、ひろみずムービーセレクションのコーナーでした。はい、リクエストのコーナー、今日カバーさせていただく曲はホイットニー・ヒューストンの Run to You という曲です。これはですね、ちょっと前に、コメントにてリクエストいただいてました、エリナちゃんからのリクエストです。ありがとうございます。ホイットニー・ヒューストンは I Will Always Love You かはさすがに知ってたんですけど、他ね、ほとんど知らないというか、それぐらいあんまり聞いてこないで来ちゃったんですよ。なのでこの Run to You ももちろん全然知らなくって、Run to You って聞いてまず初めに思い浮かんだのがブライアン・アダムスの Run to You だったんですよね。よくね、高校生ぐらいの時かな、聞いてたんですよ。そっちを真っ先に思い浮かんでしまって、あ、Run to You ってホイットニー・ヒューストンも歌ってるんだっていうふうに思って聞いたら全く違う曲でしたね。いい曲だなと思って、どうせだったらせっかくリクエストもらったので、もうトライしてみたいなという感じでカバーをさせてもらいました。でリクエストありがとうございます。それでは聞いてください。ホイットニー・ヒューストンのカバーで Run to You。 I know that when you look at meThere's so much that you just don't see. But if you would only take that time, I know in my heart you'll find. Oh, a girl who's scared sometimes, who isn't always strong. Can't you see the heart in me?I feel so all alone. I wanna run to you. Ooh, ooh. I wanna run to you. Ooh, ooh, ooh. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm?
ひろみずバーのコーナー、新コーナーです。飲みながらおつまみ食べながらお話をするっていうコーナーにしてみようかな。きよしくんが遊びに来てくれました。黒ビールで、黒ビールで乾杯、はい、チュース、乾杯、乾杯。うまい。あ、おいしい。キリンのいいね、黒ビール、黒ビール、キリンの黒ビール、そうそうそう、これね、ビールかな、うん、はい、そうです。バー的な感じで BER じゃないですよ、BAR ですよ。そうなんですよ、キヨシ君、キヨシ君、新しいコーナー作るの、遊びに来てって言ってキロミズバーの BER がいや、そう、BER にしちゃっててBAR ですっていうね、速攻BER って一瞬な何かなって考えちゃいましたもん。 BAR が正しいですよっていうだけじゃなくて、こっち式、こっち式、こっち式って言わない雑学、うん、得意なんですよ、いろいろ知ってて。バーって多分まだジャズとか始まったとこぐらいの時代なのかな。カウンターがあって、でハイチェアがあって、うん、そうすると足ブラブラしちゃうじゃないですか、うんうんうん、そうすると足置きにカウンターの下にあの木の棒でバーがあって、それが語源なんじゃないかと言われております。諸説ありますが、うん、あれウィキペディア、いやいやいやこ知識です。こ知識で、豆知識で、そうですね、豆知識だね。いろいろ知ってるんですよね今日はね、スイーツのコーナーというか私服タイムじゃないのでバーなので、私たちはこの、はい、焼き鳥を、まあ、バーに焼き鳥とはみたいな、居酒屋か居酒屋か、まあ、チョコレート、ポテチ、はい、こんな感じです。これはきよしくんのおすすめのチョコレートとポテチなんですよ。カレードショコラっていう森永のこういうパッケージで、うん、すっごい美味しいらしいですよ。ミルクチョコレートなんですけど、確かカカオ 80% とか 70% とかもあるようなやつもバリエーションがあって、ポテチ美味しいんだって。ちょっと高いやつ、うん、私これすっごい気になるのがさ、このオホーツクの塩と岩塩、海塩と岩塩を両方合わせてるってことで、そうです、ダブル塩です。いやー、ひろみさんといえば塩ですからね。そう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 、あのスタッフに手伝ってくれて、女の子たちがひろさん誕生日プレゼントって言ってマイジオのケースくれたからねそう、そうプリクラで、まあ、プリクラって時代をすごい感じちゃいましたけどあったんですよ、プリクラっていうのがね、プリントクラブっていう、普通にゲームするのにゲーセンよく行ってたんで、ね、行ってた口、行ってた口ですね、行ってた口ってなんか表現プリクラ高校生、高校生の時だったな、中学生だった、ちょっと年齢差がおかしくない、言わなくていいよじゃあ食べない、ですね、食べよう、うん、では迷っちゃいますね、何もたくさんで、うん、皮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 が一番好き、うん、ちょっと冷えちゃった、それ白ですね なんか皮じゃないなって思ったよ最近ね、そのこのひろみずチャンネルの中でその結構政治の話とかもするようになって、そうですね、熱く、うん、ひろみかく語り気みたいな感じになってますけども、語り気、うん、なんかきよしくんなんかとも結構そういう話はすることが多くて、でなんかいろいろな情報があったりするときよしくんからもこう LINE とかでねLINE で送ってくるのもよく考えてみれば LINE まずいよね。まあまずいですけど、でもインフラになっちゃってますからね。そうね、自分はもう LINE 始まった当初から、うん、LINE が脆弱だっていうのは知ってたんで、うん、大事な話さえしなければいいかなみたいな、うん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 、言われてたよね、うん、言われてたのに今更みたいな、うん、某エノン君が、うん、あの不倫した時も、うん、文春法で出された時って、うんうん、もう LINE アップデートされたはずなのに、うん、旧 LINE の画面がスクショされてたんですよ。だからどっかから漏れてたんじゃないのかなっていう、うん、自分が LINE 始めたのは多分2011年とか2012年、うん、そうだよね、それぐらいの11年ぐらいだと思うんですけど、うんうん、もうその時からすでに LINE は韓国の企業だし、セキュリティも甘いし、うん、大事な話はすんなよっていうのはみんな共通の認識だと思ってましたけどね。クラブハウスってあるじゃん。あー、クラブハウス、あれ一瞬始めたのね私。もうね、ちょっとまあこういうこともいろいろあるしっていうんで、ちょっと
やめたんだよね。いやでもクラブハウスは、うんうん、まあ中国絡みの話題を、うん、とある有名声優さんが深夜に配信した時に、うん、1500人ぐらいの聴衆がいて、これだけまだ利用人数少ない、うん、1500人ぐらいの聴衆がいたらしいんで、うん、興味を持ってる人は多分いるのかなみたいな。まあその某声優さんが、うん、あの話題にしてたっていうのは、日本のアニメーションを作ってる人たちの給料が安すぎて、うん、中国のアニメーターの3分の1の給料らしいんですよ、うん、あ、そうなの。そうすると中国的には3分の1の予算で、うん、使えるんで、うん、今あの日本のアニメーターが中国に狙われてるらしいです。あれまあ、ひっくり返ってんね。ひっくり返っちゃってんですよ、うん、自分まだクラブハウス招待すらされてないんで。いや、招待しようと思えばできたんだけどこれ招待して大丈夫なのかなっていうのがなんかだんだんちょっと不安になってきて、ね、だってさ、一時すっごい話題になったけどパタッと止まったじゃん。止まりましたね。なんであんなに話題になったのかも謎だしっていうのが、解約方法がよく分かりづらいっていうのも。そう、でもね、なんか最近は簡単にできるっていうのが、ちょっと前までそう、あのメールで申請して許可が来ないと解約できないと結構面倒くさかった、ね、始まった当初は解約できないって話題になってたんで。怖いよ、うん、なんかあのネット通販みたいですね、解約できないあるよね、うん、あのそれかもう定期購入に勝手になっちゃうやつとか、ね、怖いやつ。結構その某声優さんは今回の中国が、うん、日本のアニメーターを安く買って、もともと多分給料安くてもいいやって働いてる人が多い業界だったんではないかと。好きだからね、うん、やばいですね。いろんなものを買っていこうとしていますね今。土地規制とか今やろうとしてるじゃない、うん、政府が早くやってほしいなとは思う。公明党がね、待ったをかけたじゃない、うん、かける理由がわからないですけど。土地規制に関してはもう安全保障上のね問題だと思うから、結構最優先でやらないと、うん、あ、なんかさ、そういえばあの歌舞伎町今結構買われてるんでしょみたいですね。歌舞伎町も結構やられてるって噂を聞きましたね。物件だったりとか、うん、今ちょっと密かに言われてるのがこの飲食店いじめ、うん、飲食店がめちゃめちゃ標的にされてるじゃないですか。そうだね、だいぶ店が追いやられたりしてしまって、うん、その後にもしその辺の企業とかが入っちゃったら、うん、外資ビルばっかりになっちゃいますよ。そうだよね、誰のものかわからない。安全保障上のってところで、例えば自衛隊基地だったりとか、うん、こういう国の重要なところに関わるところに接するところは規制しようっていう案すら止めたじゃない、うん、さんが。だからその歌舞伎町云々っていうのはまだ先の話だよね。もっと先の話ですな。東北の山が買われてしまって、メガソーラーを建てられてしまって、ね、しかも2年後にはまた転売されて、もうもはや誰の土地かよく分かんなくなって、しっかり規制していかないとね。やばいですね。もうすでに乗っ取りが始まってるというか、もうだいぶ前からでしょ、超限戦って言われてるやつだね、中国もね、やられっぱなしだからな。なんかそれをしっかり取り締まるというか、そういう法律がないんだろうね。権限がないという、自由が効かないよね。この自由っていうのはまた難しいですよね、うん、例えば、うん、今ワクチン言われてますけども、ワクチンみんな受けなきゃいけないっていうのを一番受けない派なんですけども、うん、それを受けなきゃいけない、そのいう自由、うん、もう奪われてしまったら怖いですからね。社会のムード的にね、そういう流れに持っていかれると受けざるを得ない、うん、そうですね、いい雰囲気になっていく。もうマスメディアは無視していいんじゃないかって思うんだけどね、政治的にも何言われるかってところでこう萎縮してたりするじゃん、政治も。そうですね、民放とか NHK もちょっとそういうちょっとどころかだと思うんですけど私たちは結構もう信じないというか、もう気づき始めてるじゃない、うん、そうですね。でもメディアの影響は未だに大きいので、みんなテレビのなんで、なかなか切り替う難しいですよね、うん、世代的にはどうなんだろう、若い人たちも見るのかな、テレビって。若い子たちもう見なくなってるんじゃないかな、うん、もはやドラマ何見たっていう話はしないですね。しないよね、私全然知らないもん。よしこ、これね、粉チョコね、おいしい。これ冷やしても美味しいんですよ、うんうん、とパリッとして
おいしい、甘さがすごいおいしい、うん、いいですよね、優しい甘みですし、うん、うん、森永だ、森永さん、私さ、ガーナミルクチョコレートが大好きだったの中学生ぐらいの時からでもね、もうちょっと最近ね、ちょっとロッテ商品はしばらく買うのやめようって思って、でロッテのし、あの、なんだ、お隣の国の企業です、そう、伊藤博文の暗殺セットっていうのをあのブロック、ブロックの、うん、ロッテの何ホームページっていうか、うん、通販サイト、通販サイトで売ってるっていうのを、そうでしょうと、あれはね、クレイジーですよね、いやちょっと驚いた何をやってくれてるのっていう子供たちに歴史を教えるために遊びを通して教えるとか、そんなの何を教えるんだとそういうのがあるんですよね、悲しいなと思って、あのココは本当にみんな接してみるといい人だったりするじゃない、そうですね、まあ国同士が面倒くさいだけであって、そう、なんか私たちがねゆくゆく敵対しなきゃいけないっていうのはすごい嫌なので、今からしっかりそうなっていかないようにしていかないといけないなって思うんだよね、うん、いろんなことを見極めて、うん、大事ですね、考えていかないといけないよね、ただただただでも、うん、今この状況というのはまずいですね、もう有事って思っていいんじゃないかなっていうのは思ってる、うん、戦争状態だよなって思ってるんですよね、うん、自分はコロナ騒動とそのお隣の国関係の、うん、この間あの日米のまた合同演習があって、東シナ海、あの空軍のがあったらしいんですけど、それがさ、あの日本からあの空軍出すじゃない、うん、それがね、あの沖縄基地とかじゃなくて、うん、あの九州の宮崎の日向名の基地だったかな、うん、から出してるんだよね、うん、だから想定としてそのもうあの沖縄は落ちたっていう想定でもう始めてる、実戦を意識してるというか、あのだからもう何かミサイルが飛んできちゃうとか、それこそ、ね、あのドローンとか、うん、いやなんかね来た時にもう沖縄は落ちたっていう想定でっていう、悲しいですね、うん、でもそれをしっかりやっていくことで、あのもしそうやって来たとしてもここからやれるんだよっていうアピールにもその、うん、なるから、だから報道とかもねバンバンメディアでそれを海外に向けてもこういう演習したんだっていうのをあのガンガンやっていくことがすごくなんか大事だと思うんだよね、あそっかそっか、あそこ取ってもうこっから来ちゃうんだっていうのを思ってくんないと、あのだけどほらマスコミやんないじゃん、そういうニュース、いやー日本のマスコミは本当に何かなって思うよね、まさに下手すると蕎麦の話かなと思うぐらい盛りかけ問題やってますからね盛りそばとかけそばの違いは何ですかみたいなとてもいいからみたいなもっと大事なことあるでしょうと、ここに触れちゃうのがまずいっていう、地域と戦後もうすでに立ち上がりの時点でやっぱりそういう勢力が入り込んでるっていう、うん、その戦後ってフレーズあるじゃないですか、うん、今の新しい生活様式っていうフレーズって、うん、もはや戦後ではないと同じようなフレーズだと思うんですよね、個人的には未だに戦後だと思うし、うん、やっぱり敗戦国として背負ってしまったものが大きすぎたんだろうなって思いますし、うん、いろんな番組見てると何が真実か分かんなくなってきますからね、 YouTube とかにもたくさんの情報があるから、そこから選び取っていくのはすごく難しい、うん、それでも昔のテレビはまだマシだったような気もしますけどね、そうかな、今が特にひどい、うん、気はしますが、やっぱりあれじゃない、戦後教育を受けてこう東大とかいいとこ出てきて官僚とかになれなかった人たちがテレビ局とか、今なんかその世代が今偉い人の気がしますね、そうなんだよね、というと確実に反日教育を受けてるじゃない、うん、そういう人たちが力があるっていう、これ覆すのってどうしたらいいんだろうね、いや難しいですね、未だにやっぱり信じてる人たちもいるじゃない、多いですし、多すぎてテレビしか情報源知らない人はそうなっちゃいますよね、たださ一生懸命日々働いて生きていくって大変なことじゃん、うんうん、日々の生活をする中でふっと時間空いた時にそこまで調べたりするっていう余裕ってまたなかったりするよ ね、 そ う、 ですね、そういう中で正しい情報をパンパンってただ伝えて欲しいんだけど、うん、やっぱすごい偏ってたり、やっぱり
嘘を教えたりとかするのはひどいなと思います。やっぱマスメディアは嘘ついてますからね。このコロナで、まあこれは認識の違いもあるかもしれないので、あれですけど陽性者イコール感染者っていうのが今一番の嘘なので、まあこの辺は詳しくは多分いろんなことを分かりやすく説明してる人がいるんで、それを見ていただいた方が分かりやすいですけど、じゃあそれ教えて、その、送っておきます、LINE、あの、LINE で、LINE で大丈夫？オチをつけてどうするんですか？でも今 LINE に変わるあの日本企業が作ってるそういうメッセンジャーアプリっていうのもそっちに切り替えてる人も、日本製にしていかないとね。そうですね。あの、なんだっけ、佐川急便の話知ってる？聞いたら知ってるかもしれないです。なんかあの佐川のあの配達の車を、中国の EV 車だったかな、何千台あの入れることにしたんだよね。だけどまあ一応日本の会社だっていうことにはなってるんだけど、まあ中国の工場で作ってたりするらしいんだけど、普通に自衛隊基地とかにも入ってくるような。怖いですね。それまずくないですかっていう。もう汚染されてますよね、なんか。ちょっとね、もう心配な話だなっていうのを思ってて、EV 車だったかな。間違ったこと教えちゃったらあれだよね。怖いですね。いや、これとんでもない話だなと思ってさ、中国製の EV 車、7200台。多いですね。経済新聞です。あ、日経新聞。おお。こういうのですね。街の中走ってそう、こういうのなんですけど、これはその測位システム、北斗衛星対応チップを組み込んでる、そのこの車がなんか届けるときに自衛隊基地とかに 入ってしまえば何がどこにあるかが把握されてしまうっていう。 GPS 積んでるってことですよね。単純に言えばその GPS めがけてミサイル落とせるってことですね。っていうことです。ちょっと変えていかないといけないよね。日本企業、日本で頑張って日本企業を応援しなきゃいけないですね。安い方にこうどうしてもね。でもその時代ももう終わる気はしますけどね。ごめん、ありがとう。ちょっとよだれかけがいるじゃん。おべべが汚れてしまう。おべべ言ったな。さっきも焼き鳥あるのに白いシャツでこうやって行こうとするのに何度も何度も袖がついちゃう。食べてる？清志くん食べよう。食べてます。酔ってますね。ちょっとやった。いつの間にかジャックになってるしね。自分はブラックニッカです。日本のウイスキーです。やっぱ日本を応援しているね。やっぱ私ジャック飲んでる。あ、コップもジャックだ。まあこの今大変な世の中じゃないですか。で、この世の中がもっと大変なことになるって予言してた、インドの少年でしたっけ、なんかウイルスが発生するかもしれないっていうのを言ってた、予言して、その予言が嘘か本当かを置いといて、まあ大変なことになってしまう。でもそれを回避する方法があるんですと、どうしたらいいかって。どうしたらいいんだろう。あの、徳を積むことですと。そうすればこの大変な世の中も救われていくだろうと。まあいわゆるゴミ拾いだとか、まあゴミ拾いよね。すごい私やってんだよゴミ拾い。やってんですか。やるようになった。あの、結構よく言うので、まずはゴミ拾いですっていうのをね、すごい言われてて、ほら、あの私服タイムのコーナーとかの時にコンビニにスイーツを買いに行くことが結構多いからさ、歩いて行ったりすること多いんだけど、まあね、こう私服をこうね、これからね、美味しいスイーツで私服をこうもらうから、じゃあなんか自分もね、浮き足立ってるわけじゃないんですね。浮き足立ってる。浮き足、ルンルンでゴミ拾いをしてるってこと。だからね、ゴミ拾いをやってすごい思うのは、あのね、素手で行くと足りない。足りない。素手で行くと足りない。あのね、まずね、手袋もいるし、ゴミ袋もいるぐらいゴミって落ちてるんですよ。あ、気になっちゃうと、もう始めちゃうと、あ、8にもしてるって、これ拾ってあれ拾わないわけにいかないじゃん。全部拾おうと思うと、あの、両手に持ちきれないから、たかがどれぐらいだろうな、コンビニまでの距離って数百メートルとかでしょ。ない、そんなありますか。そんなないかな。まあ、あって200、あって2、300メートル、そんなもんだよね。だけど両手に収まんないよ。1個だけ拾えないものがあった。なんだろう。
拾えなかったね、マスク。あマスクが落ちてた、うんうん、どうしてもなんか拾えなくて、まあ気にしちゃいますね、まあ、特に素手だったらちょっとこのご時世缶チューハイとかさ捨ててる人とかもいるじゃない、うんうん、そうするとあ大人なわけでしょ、まあまあ、まあ、おそらく大人、まあ、おそらく大人、まあ、日本の法律上片隅は飲めないわけですからね。そうそうそう、まあ、大人がね捨ててると思うんだけど、うん、でその子供たちもたくさん住んでる町だから、うん、その缶チューハイが落ちてるところで子供たちが遊んでたりするわけだよね。そういうひろみさんのゴミ拾いしてる行動を100人ぐらいが見たとして、100人に1人が、うん、あやんなきゃなって思う人がいたとするじゃないですか。でまたその人を見た100人に1人がやっていくじゃないですか、うん、そうするとそういう集団が10人になって、10人が一斉にやってたら、もしかして100人のうち5人が動いてくれるかもしれないじゃないですか。結局それが当たり前になっていくと、うん、世の中って動くじゃないですか。だからやっぱりちっちゃいことから始めていくこと、ね、大きいムーブメントの、うん、そうかもしれない、一端になると思うんで、だからこそ徳を積むっていうのが世界を変えるのに必要なことなんじゃないかと。絶対的にゴミ拾いって正しいことじゃないですか、うん、すれ違う人とかいるじゃない、うん、すれ違う人とかいるときに、まあまあ、この界隈はさ、うん、土も多いじゃん。あそんな都会じゃないので、千葉の土に埋もれた缶とかさ、ゴミとかを私あ気づいたって思ったら掘り出さなきゃいけないと、普通の格好してコンビニに行くような手で行ってる人が突然土掘り出すからあのやっぱ怪訝そうな顔で見られるよね。だから勇気いるなって。でもそこ面倒くさがらずになれたら何でもできる気がしますけどね。うん、あんたには命じゃないですけどね。元気があれば何でもできる。そうね、うん、割とその清志くんにしょっちゅう口を酸っぱくして言われてたのはやっぱ大きかったね。そんなにゴミ拾い言ってますかね。言ってる、学校の先生みたいじゃないですか。こういうなんか金髪のなりですけどね、心がね住んでる人だよね。千葉に私がこう来て、うん、最初に出会った友達っていうのが清志くんだったんですよね、うんうん、何度かこの話はライブでもしてると思うんですけど、あのまあ清志くんが勤めてたあのジャズバーで演奏してるとこ私初めて見て、もう出会って6年ですよ、6年前の4月ですよ。よく覚えてる。あそうか、そう閉店するその日に私行ったんだよね。もうそこで閉まってしまうっていう時で、だから覚えてるんだね4月ってね。忘れもしないと思いますよ、2015年の4月5日ですね。不思議なもんですね。ある意味ちょっとゴミ拾いじゃないですけど、うん、やっぱりジャズバーが閉まるときに、うんうん、そのやっぱり最後は音楽で返さないとな、で音楽のイベントをやって正解だったなと思いますね。清志くんが企画したの？もちろんもちろん。あーそっかー、いやー面白かったよ。ライブが終わって普通に、あ面白かったなライブなんて思いながら飲んでたら、スッと私のところに来て名刺をドラム叩いてます。まあ、そうなんだったっけ、まあ、違うかな、そんなホストみたいな。ホストみたいじゃなくて今日もなんか、いや一応バーって聞いてたんで、だから一応ジャケット着てこようかなって。あいいと思う、ひろみずバーっていう風に一応タイトルつけたんだけど、うん、新コーナー的にそのうちひろみずスナックになってそうですけどね。でもねなんかねまだ決めてないんだけど名前つけたいなって思ってるの。このひろみずバーだけだとなんか、なんかじゃん、なんか店名的なやつ、店名つけたいのよ、なんかで、それこそ募集したらどうですか。いいね、コメント欄に。あ、じゃあぜひこのひろみずバーの何かお店。でもね、私ちょっと一個あの、うん、月おっていうフレーズ、月を連想させる何かって思って、お月、ムーン、ムーン、ムーンの、グッドラックの月じゃないですね。あそれもかけてもいいね、うん、剣道の月でもないですよね。それはかけなくて大丈夫。私に棒持たせたら危ないよ。あじゃあスティックだけは持たせないようにします。ターンって狙ってターンって。これ今撮ってるのが日曜日なんですよね、18日の日曜日に遊びに来てくれて、うん、今撮ってるんですけど、ちょうど日米首脳会談が終わった、そうですね、次の日で、アメリカも一番最初に対面で日本を選んでるじゃない、うん、やっぱ本当に今この会話がさっきも教師くんも言ってたけど、その有事であるっていう認識なんだろうね、うん、多くが気づいてると思うんだけどね、それをメディアが止めてるだけで、うん、いや気づいてない気もしますけどね。まだ自分たちの意見で少数派だと思う、うん、
少数派というか、うん、大衆になってないというか、大衆になってない意見難しいですよね。再生回数みたいな感じですよね、うん、なんか周りにちょっぽんぽんぽんっていると、そういう人たちが賛同者がたくさんいると思い込んでしまう、ちょっと怖いところでもあるかなっていう、結局は大衆の方に流れてしまう、のムードがやっぱ政治も動かしていくからね。ただでもそのムードを作るのの役割がメディアっていうのはかなり大きいから、大きいですね。だからやっぱりコツコツとその大衆を自分たちが作っていかなきゃいけない。そうだね、うん、まあビビたる力だけど、いやでも広水チャンネルでも少しでも、でもゴミ拾いと一緒ですよ、うん、そうだね、うん、ひろしくん関西にいたんだよね。関西4年ぐらいいましたね。だからあの関西行くと焼き鳥屋さんで歌ってたら多分出ないですよね。タンとか豚串なんで。お味噌汁を右側、あ左側に置くの、はあ、そこまでは記憶にないな。お好み焼きとご飯を一緒に食べるイメージしかないです。お好み焼き定食すごいね。それ県民賞とか見ません？分かんない、テレビの話してる。テレビ見ないきよし君はね、アニメ系。そんなことです。女性はあの二次元までですね。だんだんちょっと酔っ払いの話ぐったぐだいになった。サクトで酔っ払ってひろみさんを見慣れてる方とかはいつまで飲んでるんだろうもうしまいには帰ってくれって言われるからね本当に。ちょっと一回締めようと思います。まあちょっとそのこのひろみずバーのコーナーは、まあ、この見ながらこうやってみんなでこうお話をするっていう、コメントしていただければ、そうですね、嬉しいですよね。嬉しいですね。ちょっとまたあの一回締めるけど、また遊びに来て。そうですね、もう私もまたなんか料理作るからさ、きよしくんまた作ってきてよ。ああぜひぜひ。料理すごい、なめろうとかもすごい美味しい、ローストビーフも作ってきて。なめろうと千葉県民がわかるかな。話始まっちゃうじゃないですか。はい、ということで、はい、はい、ということで今日きよしくんが遊びに来てくれました。どうもありがとう。ありがとうございました。ひろみずバーのコーナーでした。ぐで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 はい、ひろみずチャンネル、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はね新コーナーをやってみましたけども、楽しんでもらえたでしょうか。まあね、あの結局飲んじゃうとグデグデになっちゃうんだなっていうのを思ったんですけど、あの本当付き合っていただいてありがとうございました。なんかもうちょっと良くしていけたらいいなと思ってます。まあ、どんどん変わっていくと思うので、あの楽しみながらあの見ていただけたら幸いです。はい、今週末はどうなんだろう、天気良くなるのかな。天気良くなるといいですね。そしたらあの私はね、あのツツジがたくさん咲いてるようなあの公園にあの行って過ごしたいなと思ってるんですよね。お弁当とかね作ってござでも引いて、本当はねルパンを連れて行けたら最高なんですけどね。リードがね使えないから、リードしてくれないんでね、なかなか外に連れて行くのが難しいんですけど、せっかくこれだけ気持ちいい季節なのでルパンも連れて行けたらいいなと思ってるところです。あの皆さんもねぜひいい週末を過ごしてくださいね。まあ、引き続きコロナもね気をつけて、はい、過ごしてほしいなと思います。はい、ということで最後までありがとうございました。次の動画でまた元気にお会いしましょう。ひろみでした。バイバーイ。